シャーロットタウンはカナダのプリンスエドワードアイランド州の州都である。人口は32,245人。都市圏人口は58,358人。プリンスエドワード島内の半分以上の人々がこのシャーロットタウン都市圏に住んでいる。イギリス国王ジョージ3世の王妃シャーロットにちなんで名付けられた。湿潤大陸性気候である。セントローレンス湾の海洋の影響で、 冬の寒さは大陸よりは温和であるものの、冬季の降雪量も多く厳しい寒さとなる。プリンスエドワードアイランド州議事堂、ルイブール要塞から来たフランス人兵士が1720年に現在のシャーロットタウンの対岸にある湾の南西に入植したのが町の始まりである。その後、ルイスバーグからアカデア人を運ぶ港となったが、ジョージ王戦争でイギリスに占領される。 フランスは、奪還に成功するも、フレンチ・インディアン戦争で、英国艦隊が島とその周辺の海域を制圧し、アカディア人を追放、湾の防衛を固めるため新たに要塞を築いた。1764年、クイーンズ軍の成長が置かれ1768年から、街路や広場など街の建設が始まった。アメリカ独立戦争が始まると、マサチューセッツから来た。 死略船の攻撃を受け町ちは荒廃した。1798年、セントジョン島と呼ばれていた島は北アメリカの葬式館であったケントコーエドワードにちなんで、プリンスエドワード島と改名された。1805年、駐留していた軍が海岸線の西に港を守る要塞を建設した。1843年から4年間を費やして、新しい成長者が建設された。 これは今日でも州議事堂として使われている。カナダで2番目に古い議事堂である。1855年には市となる。当時の人口は6500人であった。1864年、成長者を舞台にシャーロットタウン会議が行われた。1873年、プリンスエドワード党はカナダ連邦に加盟した。19世紀になると、シャーロットタウンは漁業だけでなく、 造船、木材業で栄えた。19世紀後半には造船業は、衰退に、向こうが、サマーサイドとの間にプリンスエドワードアイランド、鉄道も開通し島内の経済の中心として、発展していった。シャーロットタウン空港、シャーロットタウントランジットシャーロットタウンは、カナダ国内の大西洋沿岸から、中央部ほか、アメリカの北東部から、 多くの観光客を引きつける東部カナダの人気観光地の一つ、ありがとうございます。